4年に一度の夢の祭典、男子ソフトボールワールドカップが11月26日にニュージーランドで開幕します。前回は準優勝だった男子日本代表、今回は悲願である史上初の世界一を手に入れることができるのか、いや日本代表だけでなく日本のソフトボーラー全員で世界一を取りに行きましょう。頑張れ日本。ワールドカップはこのソフトボールニュージーランドチャンネルからご覧ください。よろしくお願いします。今年も開催されます、ソフト好きによるソフト好きのためのソフト祭り、12月17日土曜日、静岡天城ドームにて第3回中部 SBIP 大会が開催されます。関東、関西、東海、九州、四国各地区から一堂に会してソフトボールを全身全霊で楽しみます。観覧は無料となってます。ぜひお越しください。